はい、カジノ利権のお話をね、久しぶりにしようかと思います。ラックトリプルエイトっていうね、 e スポーツのサイトがあります。 e スポーツは何かっていうと、サッカーとかね、野球とか、いわゆる一般のスポーツとちょっと違ってですね、ゲームですね。ゲームで大会をしたり、ゲームで賞金をかけたりする。そしてそこで優勝した人が100万とか200万とか1000万とか2000万みたいなね、そんな報酬をいただく。そしてそこに広告がつくみたいなのがあるんですよ。で、ラックトリプルエイトっていうゲームのサイトっていうのは、たくさんの人が集まってプレイしてますよね。そこに広告を出すモデルっていうのがもうあるわけなんですよ。これがラックトリプルエイトをはじめとする e スポーツの世界になってきます。で、 e スポーツの世界の中でカジノっていうのも実は e スポーツの中の一つ種目として数えられていて、私が関わってるのはバカラなんですよね。で、バカラのルール、私は詳しくは知りません。トランプを使ってやるカードなんだろうなと、プレイヤーとバンカーのどっちが勝つかに分ける、そういうようなね、博打だとは思うんですけども、それに参加しようって話ではなくてですね、私が今年1月に紹介したのは、そのバカラがどうなるかっていうことに対してではなくて、バカラの現象に対して、不労所得を得るような仕組みがあるんだよってことですよね。イメージとしては、バカラをするトランプを置く台があるんですよね。台を10万円で買って、その上で行われているゲームの手数料をずっといただき続けるっていう仕組みです。これはイメージです、イメージ。で、そういった形で、毎日ね、だいたい1000円とか2000円とか3000円がずっと入ってくるビジネスモデル、利権モデルがあるんですよね。で、昨日メッセージいただいたのは、私が1月にその話をして勇気を出して飛び込んだ方からの話です。8ヶ月経ってもう元本は回収して、あとは利益がどん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 出るだけだということでね、本当にやってよかったっていう風な感想をいただいたんですけども、私もね、本当に良かったなと思うのは、その方に起きている現象っていうのは、1月にこのラップトリクルエイトを使っているカジノ利権に参加した人にはみんな起きている状況なんですよ。だから誰一人違う状況にはなってないんですよね、と思うんですよね。全員に確かめたわけじゃないんですけども、基本的に私はその方と同じような利益を出している、まあ、私の方がね、ちょっとね、稼働台数が多いんで利益幅は大きいんですけども、ものすごいですよね。だから年間で200万円ぐらい、150万から200万円ぐらいの不労所得がずっと続くってことになります。で、しかもこれはリスクがすでにないんですよ。なぜなら元本回収が済んでるからなんですよね。これいいでしょ。これで追加資金がいるわけでもないですしね。もうずっとあとはほったらかしで、入金をする作業、銀行のね、口座から口座へ移す作業が必要なだけなんですよ。で、これむちゃくちゃいいでしょ。だからこれはね、今年の1月の段階では何にも分かんなかったんですけども、ある意味最初の博打はそこですよ。乗るか反るか、えいやと言ったという。それがずっと続いてきて、利益が顕在化されてきて、こっからは無限利益になるというね、総延期分岐点を超えたのが、まあここ1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、10月今かなというところでございます。で、この話を最初からこれは怪しいなと思って参加しない方は、今他の手法で稼げているのか、それとも稼げないままなのかってことになっちゃいますんで、ある意味ね、リスクを承知で飛び込まないといけない部分もあるんじゃないかなと思うんですよ。ただリスクを承知で飛び込むときに大事なのは、ちゃんとリスクを計算できる自分になっているかどうかってことなんですよ。自分が受け取れきれるリスクだったら飛び込めばいいと思いますけども、自己分析ができていないと、ビジネスのセンスがないと、自分の許容できてないリスクに飛び込んでしまうんですよ。そういう方はものすごく多くって、大体ね、ビジネスとか自分の事業を始めている人の9割ぐらいっていう感覚なんですよね。だからその事業一つがうまくいかないと、資金があっという間なくなったり、生活困窮になったりしてしまうってことなんですよ。はっきり言って、どのビジネスがダメになっても、どの投資がダメになっても、生活が壊れるぐらいのことをしたら、それはね、自分の力量超えなんですよ。だからそこを見極められる自分でもないのに、何百万、1000万って言ってはちょっと難しいことになっちゃいますんでね、ですんで今回のカジノ利権も、まあ、自分のね、抑えれる範囲での参加なら、ああよかったよかったって済むと思うんですけども、これがね、例えばね、500万、1000万入れてましたってなると、まあ本当に気が気でないような日々が過ぎちゃうんですよね。まあそういう意味でもね、やっぱあらゆるところで自分の力量をきちんと計算した、そんな見極め方をね、身につけないといけないのかなと思います。まずはだから自分が分かることがすごく大事です。ことビジネスにおいては、自分のことが分かんなければ、ビジネスはやっちゃダメですね。熱くなりやすいとかね、金銭感覚がないとか、無茶をしすぎるとかね、見る目がないとかね、いろんなことがあると思いますけども、ビジネス感覚、自分のビジネス感覚が分からないうちは、やるべきではないことが山ほどあるってことをね、今日のメッセージとさせていただきます。それでは本日は以上です。本当にカジノ利権に参加していただいてよかったですね。みんな儲かってると思います。
それでは失礼します。